木曜日の午後、チーム編成の責任者、織田強化部長に朗報が入りました。柏木選手の代理人の方から、一応来季ですね、サンフレッチェ広島の方で、柏木君がやると本人に電話をしまして、一応代理人からそういう電話があったけど、間違いないかということと、それと、残留を決めてくれてありがとうという話をしました。広島で頑張りますからよろしくお願いしますというコメントでした。残留が決定した柏木は J2 降格の後、 J1 鹿島からのオファーを受けました。一方で天皇杯での快進撃、クラブ監督からの残留要請、この1ヶ月間悩んだ末にペトロビッチ監督の下での成長を選びました。天皇杯決勝は累積警告で無念のスタンド観戦、準優勝の後こんな声を残していました。本当に僕は広島のことを好きですし、広島のために、一生懸命頑張りたいという気持ちは本当に強いんですけど、温かくじゃないですけど、見守ってほしいなというふうには思います。サンフレッチェも強くなっていくっていう大丈夫、移りに来たんですか。